どうなんだろう。さあ、ということで、池芝スカイラインに入りましょう。展望、あ、足湯あるじゃん。十字架の影響だからちょうどいいじゃん。あ、でも結構利用者さんいますね。さあ、ここから入っていきます。やっと一つ目の、ね、名所スポットにやってきました。伊勢志摩スカイラインですね。よし、あ、そう、通常は軽自動車も普通自動車も全部1270円ってなってるんですけど、これでこう、あ、すいません、これ使いたいんですけど、いいですか。はい、ありがとうございます。さあ、無事1020円で入れましたよ、伊勢志摩スカイライン。結構大きいね、200円、1270円からですね、250円引きか、大きいですよね。うん、さあ、ということでどんどん登ってきましょう。まあ、この時期だったらね、エアコンかける必要もないんで、浅間山頂まで7キロってことでね。あ、でもこの時間だったらちょうど山頂のあたりで、あの、レストランとかあるはずなんで、そこで食べても、それならお昼前に食べれるし、いいかもしれませんね。さあ、まずはクライムヒルですね。どんどんと丘を越えていくところです。でもやっぱ県外からもすごく来てましたね。今見とったら車のナンバーもね、県外ナンバーが非常に多かったんで、お伊勢様ね。まあ、我々ね、地元民はね、オフピークの時にね、やっぱ、行くのがね、一番あれやろということでね。まあ、またちょっと改めて、行こうかなと思います。さあ、でもどん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 登ってきますからね。ナイススカイラインですからね。軽自動車なんで、エアコンかけてなければ本当に気軽ですし、ああ、でやっぱ紅葉もちょろちょろとありますね。いいですね。あ、でもちょっともうだいぶ枯れ気味だったのかな。先週ぐらいだったらちょうどよかったかもしれませんね。どっちかというとちょっと冬の山感が出てきますもんね。カメラを固定できるものを用意しておきましたね。もうこの辺りでもだいぶ景色いいですけどね。浅間山頂まで行っちゃいましょうか。
程よい交通量ですからね。でここは注意休暇、こんなそんな看板あるんやね。伊勢志摩スカイラインって1個目の展望台ですね。せっかくだからちょっと寄ってきましょうか。よいしょ。いや景色いいんだよな、この辺り。当たり前だけど、スカイラインのね展望台ですからね、いいんですよね。おお、手洗いやったっけな。トイレが近いに風呂がありますから。ちなみにこれね、さっき言った通り千二芸でね来ました。で使用券は1回限り有効ということで、まあ、ただね印刷でね、また印刷すれば使えますんで、こんな感じでね2割引き大きいですね、引かせていただきましたということで、ありがとうございますということでございますね。じゃあ早速ねちょっと展望台の方見ていきましょう。よいしょ。おお、こんな感じね。セントリアとかも全部見るの。ちょっと霞かかってたらあれかな。あ、でもいい景色ですね。いやいや、やっぱ景色すごいですね。ちょっとガスがかかってますけどね、今日は。先にバーって広がっているのが伊勢の街になってくるのかな。でずーっと上の方を登っていくと四日市とかがあるんだけど、ちょっとこっからやとちょっとさすがに見えんかな。ちょっと今日は雲が出てますからね。ちょっと全体的に霞がかってますからね。で展望が、眺望がいいとこっちの奥の方にセントリアとかも見えるらしいんですけど、ちょっと今日はやっぱ全体的に霞がかってますもんね。あ、でもやっぱいいですね、すごいな。でその手前のところがね、あれ、そこにあるのが異業かな。霞異業にピントがちゃんと合ってなかったですね。ダメだな。だいぶ治りましたね、うん、だいぶ酔っても大丈夫になりましたね。さあ、やっぱね確認してみたらちょっとあの汚れがついてましたね、レンズに。それでちょっと焦点が合いにくくなっておったんで、改めてね、よいしょ、レンズ拭きなし。ただね、そう、今日しまったあのメガネ拭きを忘れてきたんですね、私、うん。なんでね、とりあえず手持ちの、柔らかめのティッシュでね拭いときましたけど、これで大丈夫かな。そう、とりあえず山頂まで一気に行っちゃいましょうね。そう、気圧が変わってくるんでね、トイレしたくなっちゃうんだよね、山登ってると。さっきトイレしたのにって言われそうですけど、まあ、私あのびっくりするぐらい、皆さんがねドン引きするぐらいトイレ近いんで、もう実はトイレ行きたいんですよ。ちなみにここが宇田展望台ね。さあ、早速行きましょう。写真もここで、この景色の方のが楽しいのかな、どうなんだろう。ただちょっと斜めてますけど、まだまだ
だと思いますね。30まではだいぶまだありますからね。浅間山頂まであと3キロね。してるだけの映像になってしまったな。ちなみにここの道路はね、駐停車禁止扱いですんでね、開け式がいいわって言ってね、止めてみたい人が危ないんで、ね、絶対危ないんでやめたダメですからねっていうことだけで、ね、あれですけどね、あちゃんとただちゃんと、絶景スポットのところにはね、展望台とかが用意してありますんでね、全然そこ使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。時代に浅間山頂まであと2キロ。順調ですね。しかし昔の人はこの浅間山登ってたんですから、すごいですよね。車で来てもまあまあ大変なところなのに。金剛障子でしたっけ、あるんですよね。でそこのお寺のすぐちょっと行ったところに山頂展望台があります。これで浅間山の山頂展望台か、ここからちょっとまたぐっと登るんですよね。いかほどなものかね、見てみましょうね。言うて私も本当前の前の車に来たのが最後だもんな。マックスで来た時が最後だもんな。久しぶりだよ。パンクアシュアー登った。さあ登ったらね、まあまずはねトイレに行きたいんですよね。